ヨハン・ベリンガーは、ビュルツブルグ大学の医学教授、博物学者であったが、学者としての業績よりも18世紀に起こった、化石岩作事件の被害者として知られている。オランダのタイラー・アス美術館に展示された、ビュルツブルグの嘘医師。ベリンガーは、その尊大な態度に腹を立てた、同僚二人の悪意あるいたずらに騙された。 地理と大数学の教授 J イグナッツ・ロデリックと大学の師匠ゲオルク・ヨハン・エックハルトは、石灰岩を採掘して、トカゲや鳥、カエル、ハチ、カタツムリ、巣を張ったクモなどの化石に似せ、さらには尾を引く彗星、三日月や顔のある太陽が輝く様子、ヤファウェを表す、ワイチェナブルッチオラテン文字やアラビア文字、ヘブライ文字で刻んだ化石までも作り、 ベリンガーがよく化石採集に訪れていた近郊のアイフェルシュタットの山中に埋めておいた。化石の起源について当時は生物の痕跡か無機的な作用によるものかで決着がついていなかったため、これらの大発見をベリンガーは本物と信じ込み21点の図版で紹介したリトグラフィエビルセブルゲンシスラターブロフィワイアスバーアージェンシスのある著作を発表した。 もっともベディンガーは独自の解釈については、石の内少数が、生物の意外に由来するものだろうとし、後の大部分は、人々の信仰心を試すための、神の気まぐれないたずらなどとするに止め、考えられる他の可能性も提示しておくなど当時、それなりに厳密で科学的な検証を行っていた。有志以前の異教者たちによる彫刻とする説は、神の名を知っているはずがないとして退りけている。 本の出版以前から批判も寄せられており、著書の中では、これらの輪郭は、特に昆虫のものは確かに石の寸法にあまりにも、ぴったりと収まっていて、非常に注意深い彫刻家の手になるものだと言いたく、なるのも無理はなく、のみの後だという明白な証拠を示しているようにも、思われ、飲み裁きを誤った後を見つけたとか、いくつかはどう見てもまがいものだと主張するのも最もで、あるなどと述べている。 しかしこうした証拠も、のみが神の手によって振るわれたという解釈をより強く、確信させたに過ぎなかった。一方、いたずらの度が過ぎて収集がつかなくなったと見るや、ローデリックとエックハルトの二人は、実際に偽造してみせた石を送って、よこしたり、偽造の方法まで明かして死に警告を始めた。しかしベリンガーはこれを手柄を貶めるための抽象と、考えて取り合わなかった。最後は、 ベリンガー本人の名前が刻まれた化石が出土されたことにより著作を破棄するに至った。1934年に見つかった公文書記録によると、ベリンガーの名誉既存の刑事告訴に対して1726年4月に聴聞会の場が持たれ、二人はベリンガーが我々に対しあまりにも横兵で見下した態度を取ったため、確かにベリンガーを落とし入れようとしたと述べ、 原告の勝訴となった。いたずらを仕掛けた二人とも名誉を失っただろうことが想像され、ロデリックはビュルツブルグを離れざるを得なくなり、エックハルトも死者の地位を失った。教訓話として、ベリンガーは自分の名前がヘブライ文字で刻まれた石を見て、贋作に気づいたとか、著作を買い戻そうとして貧困に陥ったなどの説も広く流布しているが、いずれも証拠はない。 ベリンガーはその後も教職を続け、1740年に亡くなっている。死後の1767年に著作の第二版が出版され、石は流言主体として有名になり、現存するいくつかがオックスフォード大学自然史博物館に収められている。スティーブン・ジェイ・グールド、マラケシュの偽化石から進化論の回廊をさまよう科学者たち、渡辺正隆役。 早川書房、2005年255ページ科学の迷信世界を惑わせた思い込みの真相ナショナルジオグラフィック2018年 ISBN 978から48億6313万4232ありがとうございます